の手も空回り時の孫いっぱい出して語ってないままお休み少女漫画のジャンプ漫画の当てにならないこの先を知らないそりゃ書いてないね今日は帰りたくなかったり帰りたくなかったり君の彼女じゃないけどもしも話が貸してごめんね同じ気持ちでいてくれたら振り向いて全然興味なかったとか愛想が好きだとか本当は彼氏が言うとか何でもないような顔しないで慣れない嘘はつくもんじゃないなからどう見たって私恋に焦がれて悩める乙女命短しいとはいえまだ若いので来週再来週に持ち越して猫は言えなかったことも明日言えたらいいな君の彼女になったらちょっとは君のこの道に近づくように